クワタ修は、熊本県に山賀市生まれ東京都大田区まご出身のバスケットボール選手、指導者である。現役時代は、シューティングガードからセンターまでこなした。熊本で生まれ、1歳で、東京に移住。大田区立馬ご東中学校でバスケを始め、慶応義塾高校に進み、野代工業高校監督、加藤博が率いる、全日本ジュニアに選出される。その後、 慶応義塾大学では谷口正智が持っていた特典記録を更新。1973年夏季ユニバーシアードにも出場。卒業後、日本交換に入社。1976年には、モントリオール五輪に出場するなど全日本で11年間プレーした。NKK でも、日本リーグ一度、オールジャパン二度の優勝に貢献する。1983年現役引退。 バスケットボールからも離れるが、NKK 会長の日本協会会長就任を機に、バスケ界に復帰。1990年から1992年まで、男子全日本ジュニアのアシスタントコーチに就任し、アジアジ,アジュニア優勝、世界ジュニアに導く。1997年に、バスケットボール、日本リーグ機構が発足されると、翌年には、常務理事に就任。 プロ化実現へ向けて奔走した。2002年退任。2003年 NPO 法人ピボットフットを設立。2005年 W1 リーグに所属するエバラビッキーズのヘッドコーチに就任。シアリーディングチームをピボットフットで結成した。2008年のチャレンジ。大分国体バスケットボール競技で優勝に導いた。2012年退任。ありがとうございます。